皆さんこんにちは、はい、カホだよ。おしゃれです。おしです。今日はね、カホ星の将来の夢を一緒に考えようかなって。ねえ、これはいい企画だ。いい企画だ。めんどくさいね、将来考えるの。めんどくさいけど、どっかで決めないといけないというね。よく聞かれるんだよね。将来の夢何ですかとか、何になりたいのとか。もう答えられないよね、いつもね。で、今なんかみんながやってる MBTI?診断をして MBTI でこういう職業向いてるよみたいな。前もやったことあるんだけど、今回は将来の夢をテーマにいろいろ検索していこうかなと。前回何だったかちょっともう忘れちゃったんだけど、覚えてない。また変わってるかもしれないからね。もうあれ1年以上前でしょ。はい。とりあえずまず一旦自分が何なのかをやってみましょう。Let's go。 これ俺もやるんですか。パパどうでもいいけど。いやいやいや、じゃあな。60パーソナリティ無料性格診断テストっていうサイトをみんなに送ったんで、そのサイトを開いてもらって、まず最初、定期的に新しい友人を作ることを心がけかけていますね。心がけていません。それもないな。だって人気や。もうママはいいやってママはもうなんか知ってる人とこう言ったりしたいっていう感じかな。俺もそういうタイプ。大きなプレッシャーがあっても冷静にいられない。いられない。なんかあんまりいられない。プレッシャーって何？だってこれやっぱ英語無理だ。英語も日本語もどっちも無理。いやいやいや。母ちゃん英語無理なの？球場チーズに書いた。いや母ちゃん。あなた英語の方がいいと思います。でも私これ英語でも意味わかんなかったの。要はロジカルなのかエモーショナルか、どっちに説得力を感じるかっていう人。英語のやつ見る？何か。スピリモア、ああ難しい単語だね。要はコンビニスと同じ。なんか英語の勉強になってるじゃん。20 minutes later。 はい、みんな出ました？出ました。じゃあとりあえず何だったか言ってくか。パパ、これ INTJ です。建築家タイプ。建築家タイプ。全然建築家じゃないじゃん。いやいや、だからそうです。建築家になったらよかったのかもしれない今からでも遅くないんじゃないですか。カーペンター。結構大変だね。カホちゃんは ESTP。 起業家。起業家。どういうこと？会社をする人。する人です。せいちゃんは ESFPT エンターテイナー。エンターテイナー。YouTuber。 ママは INFJ 提唱者。やっぱ全員違うんだ、面白い。カホが ESTP。 どんな人なのかまず言って。非常に鋭い知覚を持っており、新しいアイデアを生み出すことが得意なタイプ。また賢いエネルギッシュな一面も持ち、考えるより先に行動します。そんなタイプかな。カホ、危機と隣り合わせの人生ですが、その状況を心から楽しみます。行動力と鋭い感覚を生かせて常に活動的でいられる職種がおすすめ。向いている職業、クリエイティブディレクター、アートディレクター。いや、ここで大事なのは、向いてない職業です。私なんだっけ。平凡な仕事。平凡な仕事。どういうこと？普通な仕事ってこと？なんていうのかな、その単純な仕事ってことです。いつも同じことを繰り返すとか、毎日こう肩にハマってるみたいな。綿密な調査が必要な仕事。目に見える成果のない仕事は向いてない。で、その下行ったらそのままセイちゃん。センターテイナー。セイちゃんは人気者。人気者なのセイ。楽しいことと人が好き。遊び心。エンターテイナーは高い社交性を持つ生粋のポジティブタイプ。ポジティブだね。確かに。確かに。周囲の人々を楽しませることが大好きなエンターテイナーなので、周りが退屈することはありません。結構笑わせようとするよね、セイ。自己中心にならず空気を読んだ行動もできるので。そう、意外とセイ空気読む。人付き合いがうまく友人が多い傾向にあります。イエーイ。また美的感覚が鋭い一面があるので、人と関わりがありセンスを生かせる職種はおすすめ。YouTuber だって。あった美容師。パフォーマー、カラーコーディネート。向いてないのは一緒じゃないか。テクニカルライティング、データ分析。なんかこういろいろ分析したりとか、構造立てたりするのが好きじゃないってことだね。規律の多い職場。日本の企業はちょっとあれを。有名人を見てみたい。私、イノスケ。
介と同じだって。伊之助ってラッピーと同じだって。どういうことそれ。あ、まあ、西の人とかでいいんじゃない。アーネスト・ヘミングウェイ。誰ロジント・ウィンっていう小説を書いた人だね。トマス・エジソン。トーマス・エジソン。おお、わお。天才は 1% のひらめきと 99% の努力である。深い。深いよこれは。セオドア・ルーズベルト。アメリカの大統領ですね。マルコ・ポール。マルコ・ポール知ってる。お前バカ野郎。シルクロードってイタリアから中国に行った人ですね。東方見聞録っていう本を書いた人ですね。カゴ意外にそういうイケイケどんどんみたいな感じの性格なのかな実は。でもさ、起業家って言ってもさ、なんで起業するかが大事じゃん夢って。まあでもそれをまずやろうと思うっていう性格だってことだよね。私だっていつも思う、未来の自分に任せるって言ってチョイスは全然関係ない。だって今選ぶの怖いやん。まあ確かにね。じゃあちょっと星は見てみましょう。ニッキー・ミナージュ。 What? ニッキー・ミナージュと一緒なの。 What? クリスチアーノ・ロナウド。 What? クリスチアーノ・ロナウド。リサ・ブラックピンク。マイリー・サイレス。さっきと同じサイトで見るとマリリン・モンロー。ウォルト・ディズニーが出てる。ウォルト・ディズニー。テーマパーク作ったらしい。向いてる職業からさ、どれがいいか決めようよ。そう、決めろ。はい、うん、コロナ禍であなたの夢を決めます。アートディレクター政府企業だ。ちょっと決めろ。決めろ。営業職。営業職ってのは、物をなんか売る人だ。管理職。管理職のレジェンド。イラストレーター。イラストレーター。どれもピンとこない。どれもピンとこない。どれもピンとこない。どれもピンときません。せーよせー。この中からせー一つ選ぶのも今日の夢決めちゃいな。あなたの夢。営業職、イベントプランナー、ツアーガイド、美容師、保育士、うん、アパレル、販売、販売、パフォーマー、カラーコーディネーター、インテリアデザイナー、ウェブデザイナー、セラピスト、セラピスト、イラストレーター、写真家、救急隊員、音楽家。はい、決めちゃいな。決めろ。ねえです。ねえです。いやいやいや、お前だってこれ何のためにやったんだよこれ。え、意味ないやつ。どうやって夢を決めたらいいんだ。じゃあ YouTuber 続けなよ。 YouTuber カオは私、うん、ピンとこないな。確かにピンとこないよね。私に企業家とか経営者ってまずもうなんかすごい箱が大きすぎて夢になんないじゃん。コンサルタントとかもさ、なんでコンサルみたいな。プログラマーとかわかるんだけど、テレビレポーターとかね、トレーナーとかもまあわかるんだなと。だいたいこのスポーツの筋肉とかいろいろ。ESTP おすすめ職業。ギャンブラー。ギャンブラー。ラッパー。アスリート。よし、じゃあカホラッパーになろう今日から。せーの。私の名前はカホ。みんなダメだ、それじゃ生きてはいけない。まあ言えるのはやっぱり向いてない仕事っていうのは一貫してるかもね。え、でもコンサルタントなの。コンサルタント向いてるって書いてあったじゃん。確かに。書いてあることが違う。 T と A でもと違うって書いてある。カゴは何だ。私 T って書いてある。あ、T なの。身長は頼む。恋愛の成果を見てみよう。エネルギッシュだって。どういうこと。パワフルな。エナジャイズ感じってこと。 ESTP 遊び心が溢れている。自分から積極的に恋愛をするだって。ちょっと待った。浮気症。浮気症。実はそうなの。そんな恋愛が苦手だって。わぁ、注意しましょう。恋愛においても楽しさやスリルを求める。おぉ、あれいいね。ただ嘘ついたんじゃないかな、またいろいろ答えに。嘘ついたのかも。違うサイト。違うサイトで一つあったのはシェフ。あ、シェフ。シェフちょっと興味ある。そうなんだよね。
シェフなんてさ、エンターテイメント。ハバチシェフ。ハバチシェフってエンターテイメント。ヒバチシェフ。ヒバチシェフ。エンターテイメント。あれはそうだね。遠征ヒバチシェフになるの。それしか興味ない。インスピアフィールドから。性の恋愛の傾向見ますよ。半大で親しみやすいため基本的にどんな人とも恋愛がうまくいきやすいです。出会いも多くユーモアがあるので特にモテる。モテるの？初めてモテるなんて。自分の感情優先なためにしばしば相手を振り回してしまう。あるある。ちゃんと愛情表現を言葉にする。確かに。まあするね。恋愛ではどうかしないけど、ママとかパパとか家族には結構するよね。恋人がいない時期が少ない。ずっと誰かがいるんだ。デートするときは外に出た。嘘、ずっと言うそうだけどね。なんかね、どうだろう。恋人できると変わるのかな。なんかこう、夢を見つけるっていう、こう、あれだったんですけどね。なんか違う方面。じゃあちょっとみんなに聞いてみよう。みんなさんはどうやって将来を決めましたか？将来どうしてそれになろうって思ってますか？コメント欄に教えてください。まあでも俺らもなかったしな。こっち結構早く決めなきゃいけないから。フライトアテンデントの私選択してたから、うん、なりたかったら高校でフィジカルエデュケーションとこれとこれを取ってないとなれないみたいな。そう日本とちょっと違うんだよね、うん、カナダも高校から選択が分かれてて、その職業に付き合って遡って高校から授業を取り出さなきゃいけないから、なんか方向性は決める必要があるんだ。そうだからやっぱ皆さんぜひアドバイスをお願いします。お願いします。